はい、えー、南北朝武将紀行横瀬貞氏子。ここは日立の乾隆寺山でですね。えー、こちらに母提のお墓と。 とその後の横瀬市から由良市を名乗った、まあ、由良国家以下ですね江戸時代の、えーまあ、旗本になるんですけども、えー、その方たちの歴代のお墓がこの本堂の裏にあります、えー、しっかり新田の家紋が入っています、えー、横瀬市はですねご存知の通り、えー、新田義田の子孫を名乗ってますので、えー、元々あの横瀬市では関東のまあ小野市をですね 恩師、えー、だったんですけども、まあ、そこの、まあ、娘向こうをとってですねこの皿うじ公が、まあ、横瀬氏を継いだと、えー、つまり、まあ、横瀬氏自体はあの三田氏の一族というか子孫ということではないんですけどもあの有名なあの小野農村系の,あの、まあ、横山党ですとか、えー、そういった方たちと、えーまあ、同族というかあの血のつながりというかですね、まあ、娘 ええ、向こうなんで、まあ、子孫はですね、まあ、結局、そのおのしの。血を継いでることには変わりはないですけど、佐田氏公がですね、これまた、あの。えー、ちょっと、その出自の話になるとですね、これまた専門家のお話を。聞くのが一番だと思いますけども、まあ、一般的にはですね、あの。新田義貞公の、三男の義興公。ああ、すみません、吉宗公ですね。吉宗公の、まあ、息子さんであると。 と言われてるんですけど、まあ中にはですね、まあ研究者の方には。まあ、長男の吉明公って、あの一年の金ヶ崎で亡くなってますけど、戦死してますけど。その方の、まあ子供、もしくは弟。っていうような言い方もしてます。まあ弟ってことはですね、その。要するに吉宗公の子供ではなくて、えー、まあ要するに。三男よ、まあ四んか五んか、わかりませんけど。っていう話もあるんですね。ただまあ一般的にはですね。この貞氏公が、まあ横瀬氏を称して、まあそれからあの。 まあ、岩松市っていうのもいるんですけど新、まあ、田市のです、ねまあ、実験を握っていくとですからその後はですね新、まあ、田と名乗らずに、まあ、岩松家もまあちょっと話すと大変なんですけども、まあ、足利家の要するに、えー、岩松なんですけども、えーまあ、ちょっと所領関係の問題もありますので、まあ、複雑な話がかなり難しい話になってしまうんでちょっとそこは今話しませんけども、えー、要するに岩松と横瀬市という、えー、一族がいると。 いうことをちょっと、えー、覚えておいていただくとわかりやすいかと思いますよね、えー。その中で横瀬市というのはですね、まあその後のまあ四のまあ特に関東に、えー、上司にいましたから、まあ、当然関東屈暴ですとか関東の騒乱に巻き込まれていくわけなんですけども、まあ岩松岩松氏もですね、も、まあ、当初はその四谷一門ということでまあかなりあの著名な 家系だったんですけど、まああのややちょっと。まあ、あの最終的にはご質問ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、ややですね。ちょっとそのま戦、あ、国大名化せずにですね。ちょっと没落したような。ちょっとイメージもありますけども、まあ,あの残ったといえばこの由良らですよね。横瀬市からしばらく台数重ねてですね別に話してますが、由良国重子。またはその父の成重子。 がですね、まあ、横瀬市から改正してですねあの一族は一族です全くご子孫には変わりはないんですけど、えー、小野市から横瀬市横瀬市から由良市とそういう流れで来てますので、まあ、基本的に横瀬定内子については日、まあ、田義さんのご子孫ということで。うん い、えー、いいかとと思いますね、まあ、ちょっとその岩,岩松系のちょっと話も、ね、非常にあの深いところがあるんで、あのー、細かく話し出すと,ちょっとかなり、えー、厳しいというか分 <laughs> かりにくくなるんで今ちょっと話しませんけども、まあ、ただある意味興味を持てばですねあのその辺の新、まあ、田と、えー、足利岩松、えー、もしくは横瀬後の義蘭と、えー、非常にあの面白い部分でもあるんですけどもね、まあ、ちょっとそれはそういう研究をされている方の中心の,あの本を読んだりしてですね 勉強するとおいておます。まあここですね。あのま、ー、あその横で貞々うのまあ主な、えー、まあ関係知識とまあ関東におけるまあ彼の立場というか、まあその辺をちょっと中心に話をしたいなと思っています。まあ1400年代ですからまだまだあのー、足利がばくと言ってもですね。 要すするに南北朝時代なんですよあの約60年ぐらい足利、まあ、義満公三代将軍になるまでですねまだまだあの特に関東はですねあの関東久保、まあ、あの後の関東久保と名乗る、えー、足利高尾寺公のこの元お寺公が入ってですねもうそれから、えー、何代か続いているという状況だったんですけどまだまだですね 落ち着かないと、なんかまとまっていないという状況でですね。まあ、あの南北朝合一といっても、それは京都を中心にした室町幕府の本体の方が安定したということで、関東はなんだか落ち着かなくてですね。 まあ結局、騒乱が始まってしまうんですけども、本当に落ち着いたのっていうのは、2三3 0年ぐらいだったんじゃないでしょうかね、もうその後はもう、まあ、上杉前市の乱から始まりですね、もう,もう数々のエ家騒動、えー、もしくはあの上杉、まあ、市長尾市、えー、まあ大田市とかですね、まあ、もっと言えばあの北条相馬の話が出てきますけど、まあ、ずっと、ずっと戦乱続きの関東だったわけですよ。まあ、そんな中でですね、城主の一角にいた横手市がですね、 対等、えーまあ、に渡り合うというのは非常に難しいですし、まあ、各方面とのですねあの、まあ、佐竹とか里見とかちょっと離れたところとです、ねまあ連携したり同盟したりと、まあ、か特に北関東系ですよね上州なんでどうしても相模とかあの南部の地域よりも、えー、やっぱり上州下野日立、えー、またはあの里見川湾になりますけど、えー、そういった諸侯族の人たちとの関わりが非常に多くなってくると。 で、まあ、佐田内公はですねまあその特段その飛び抜けて何かしたっていう方ではないですしお名前聞いて、えー、足利尊氏公の父の佐田内公と間違えられる方もいるぐらいですから横瀬佐田内って聞いたことがないという方も結構多いですよねまあその辺はですね、まあ、ちょっとあのいろいろ私もあの研究者ではないですけどもいろいろ本を読んだり。 形状、まあ、を調べたり、まあ、あの関係を、ね、調べていくとですね、まあ、名乗りなんかも、まあ、非常に面白い部分がありますので興味を持たれる方はその辺も合わせてあの、えー、あ話をですね、えー、いろいろ。 聞いててみたり、えー、知っている方に尋ね、えー、尋ねてですね、まあ、ここはあの住職さんもいらっしゃると思いますんであのでそういうところでですね話を聞いたりするのもいいかと思いますよね。えーまあ、佐藤氏公はですねあのそのどうしても岩松さんの話が出てきてしまうんですけども、まあ、あの結局あの足利氏と新田氏の関係っていうのが、まあ、あのご存知だと思いますけどその鎌倉時代に逆転しちゃってるわけですよね。元々あの兄弟ですからあの足利義康公の お子さん吉二子つまり兄弟、新田義重、つまり新、えーまあ、田系が、まあ、兄,兄系なんですよね、えー、弟系が足利氏なんですけど、まあ、兄弟、ね、兄も弟もないんですけども、要するに鎌倉執権北条氏との関係からですね、もう鎌倉末期にはです、ね、天と地との差ですよ、えーまあ、片や百万石の大名で、片や、えー、無為無関の旗本、旗本にもならないぐらいな。 と、まあ、ほとんどあの武士というより農民に近いようなそのぐらいの格差が出てしまったので、まあ、領地の大きさだけではないんですけども、まあ、そういった流れからもですね先ほど言った岩松後のち、ま、の、あ、新田の、えー、直径とは言っても横瀬市、えーまあ、あの横瀬市というのはあの今の太田市ですよね大田上州太田のです、ね、金山城、えー、あそこが拠点になってましたから、まあそこを本拠にですね まあ,ある意味復活してると、えー、さっき反転したと言いましたけどそれはあの政権を取った鹿賀氏が、まあ、当然優位に立つのは当然でですねえー、なんか中でもでお経が始まってしまったんでこのぐらいにしておきますけども、えー、横瀬貞内子、えー、なかなかの武将だったとは思うんですけどもね、えー、いいところであの金がなってしまうというそういうタイミングです今日は <laughs>、はいえー、南北朝武将横瀬貞内子でした。